箱入り息子です。はい、今日の企画の進行は僕がやります。はい、どうぞ。今日はみんなが絶対経験済みのある楽器を使ってやる企画です。なるほど、はい、木琴やったか。何やと思いますか？木琴って必須科目じゃない？ハーモニカー。あ、ハーモニカもほら必須科目。カスタネット。あー、やっぱトライアングル。ヒントは絶対小学校の時にやってました。なるほど、小学校行ってない人。小学校。正解はそうです、リコーダーです。はい、リコーダー。今日の企画はこの曲、何の曲？リコーダーを吹いてみたー。おーをやっていきたいと思います。まず簡単な曲をそれぞれ、まあ、みんな経験してると思うんで、それぞれ演奏してもらって一人ずつ何の曲か当てるという簡単な曲になっております。日頃歌ってるみんなやったら全然簡単な曲だと思うので、じゃあそれじゃあ皆さんやっていきましょう。せーの、いかがです？むずくない？リコーダーむずい。ちょっとそういうのそもそも楽譜読めないからさ。なんか一人怪しいやつが誰か怪しいやつがいる。男みたいな音がしてるよ、ずっと。はい、楽しかったね。音楽の授業でさ、前に立たされた発表会。パッパラッパッパ。口か。もう一回やって、もう一回やって。ちゃんとやって。いけるいけるいける。真面目にやって。一回かけていい。途中で一回かけていい。ここまで。今、いきます。ああ、ピッカピッカピーダン1年生。いや、全然違うよ。マジかや。え、どっち？ピカピカ、ピカピカの、ピカピカの1年生。違う、違いました。次、挙手制で、次誰かやってますか。はい、リコーダー職うまいから、だってリコーダー。それでは、お願いします。アンパンマンチ。どうぞどうぞ。アンパンマンマーチ。違います。え、アンパンマン、え、アンパンマンのやつじゃないの？トゥトゥトゥ、もう一回いくよ。もうアンパンマン。うまいね。量が1点。ありがとうございます。すごいわ。ありがとう。分かったね。分かってくれてありがとう。初めてのチューじゃん、絶対。絶対そうだよね、今だよ。初めてのチューやん、今の。君とチュー。みやと、じゃあ何でしょうか、これの曲は。初めてのチューです。わー、すぐ分かったね。チューで分かった。チューで。これいくわ。はい、任せてりょうが。ほんま、お前のハードルを下げとくから。俺が頼んだわ。わかる人。前半だけで頑張って当てて。前半は何回でもできるから今。頂点。
もうこれででも分かる。タラタラタタタ。あー惜しいね。テンション感はいい感じ。うん。なんだっけ。だんだん今いい感じだったよし無理だ、むずい。何が起こんのじゃあ、進行チームからヒントを渡します。絶対みんな言ってる。日本どこにでもあるし、世界にもある24時間レドラソファ。でもこの音じゃないねんの、絶対高くないねん、このラ、本当の低いラ低いラだよね、低いラやんな、これ、うん、高いラじゃないねんの。売れてるやん。売れてるやん。これこれ。ああ、分かった。ヒント、ヒント。ちょっと踏まえておいでよ、一度も変えてみて。いいよ、それ踏まえていくわ。レドラソファあれね、スルイでもいい気分。あ、正解正解。え、どんな歌スルイでもいい気分。1音にさ、2文字ぐらい含まれてるスルン、レ、ブンだよ。じゃあ、りょうがさん、お願いします。終わり、ここで、ここでもう言うとって ここで一応あー、なるほどね。もう一回最初からいきます。はい、みんな知ってる。で、りょうがヒントあげて。おいしい。おいしい。おいしい。あ、あ、なに、ココス。ココスじゃない。あ、そっち系か。 CM よく流れてます。え、あれ、じゃあラストいきましょう。首かしげなんだお前。え、なんだろう。じゃあ皆さん正解お願いします。わかんない、マジで。でも赤色のパッケージで、スナック菓子。あ、カッパエビセン。ピンポンピンポン。じゃあそれを踏まえて。カッパエビセン、カッパエビセン。やめられない止まらないよ。やめられない止まらないカルビー。お前さ、嘘だろ。カルビー、カッパエビセン。ありがとうございました、りょうが。いや、むずいよ。むずい、今の。というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。いや、思い出したね。意外と覚えてるもんだね。でも港が一番うまかった。うまかったね、すごい。さすがですわ、経験者。違う、お前ずっとお前までやってたやん、隣の部屋で。近所迷惑、上まで聞こえてた。はい、というわけでこの動画が良かったらグッドボタンとコメントお願いします。次の動画で会いましょう。バイ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 。